鼻くそはバイ菌の塊なんだよ。こんなにバイ菌が出てくるよ。チャオチャオチャオ。チカちゃん、お花ほじっちゃダメだよ。お花ほじっちゃおもあれ、ともちゃん、指で花をほじったらダメだよ。鼻ほじってるふりしてるだけだよ。はい、佐々木です。はい、佐々木です。え、また鼻をほじってるんですか？困りましたね。それでは、僕が鼻をほじってはいけない理由をお子さんに説明してあげましょう。もしもし、そこの鼻ほじりをしている君、なんで鼻をほじるとダメかわかるかい？つわね。鼻の中にある鼻くそは、バイ菌の塊なんだよ。ほじった後の手にはこんなにバイ菌がついてるんだよ。その鼻くそを口の中に入れたりしたら、すごくすごく超痛い病気になってしまうこともあるからね。絶対に口に入れちゃダメだよ。鼻の中がムズムズするときはティッシュで優しくほじほじするんだよ。わかったかな？それじゃ、チャオチャオチャオ。取れましたか？全然取れません。難しいね、ちょっとね。これ10歳ぐらいだよ。取れました。はい、佐々木です。え、また鼻をほじってるんですか？鼻をほじった後の手にはこんなにバイ菌がついてるんだよ。その鼻くそを口の中に入れたりしたら、すごくすごく超痛い病気になってしまうこともあるからね。わかったかな？それじゃ、チャオチャオチャオ。